You're
ね。鍵がかかってやがる。どうする？決まってんだろ。おい、もったもったすんじゃねえよ。よし、行くぜ、せーの。次は俺の番だ。まざっとこんなもんだ。あとはよろしくな。お前な。次は俺の番だ。まざっとこんなもんだ。あとはよろしくな。お前な。乱帝もバカなやつ。これで私有門も私のもの。
乱帝もろとも焼き尽くしてくれる。ほう、少しは腕を上げたようだな。乱帝戦え、親父の敵を討ってやる。遅い。させるか。この程度か。父親の元に送ってやる。そんなに死にたいか。ならばお前の父親のもとに送ってやる。おい、てめえの欲しいもんはこれだろ。そいつを話したらくれてやる。ほらよ。くそ、死んじまったら元も子もねえだろ。ずらかるぜ。なんて、
超孫明。知っているんですか？隣の男は俺の親父です。俺の親父は乱帝に殺された。乱帝？乱帝が突然道場に現れ、流氷を奪い親父を殺した。流氷？あの流氷が乱帝に？エンさんの採掘場で見たレリーフと同じ模様の鏡でした。我が一族が作った鏡のためにそんなことが。何か知ってることがあったら教えてください。流氷と鳳凰鏡、2枚の鏡はかつて断崖の寺に封印された。しかし鏡を狙う者が現れた。それが私有門。鏡が悪の手に渡る前に趙孫明は寺から鏡を持ち出そうと考えた。君の父親の横に写っている男だ。鏡は趙の手に委ねられた。それから数年、その趙は非業の死を遂げた。そして残された趙の一子劉孫は私有門に育てられたと聞く。劉孫？趙劉孫、それが乱帝だ。趙が訪れた断崖の寺。巻物にあった寺か。今は私有門の手に落ちたと聞いている。乱帝はそこに。おそらく鏡と共に。お宝の匂いがプンプンしてきたぜ。お宝は俺が全ていただく。若者、姫七から未だ知らず、かの実を滅ぼすこともかの願い叶えしことも。乱帝待ってろ。親父の仇は必ず俺が取る。Thank you.